えー、こんにちは、塾の久保です今回のメンバーシップ情報はパパ活ですねパパ活で儲ける方法ですこれはねどっちが儲けるかっていうと男性の方が儲かりますえっとねパパ活って言ってもね私が日々配信している子育てのことではありませんあのよく言われるパパ活のことですね、えー、40代とか50代の男性が若い女性ね20代ぐらいの男性とまあ時間を共に過ごすことによってねお金払いますよみたいなやつです まああのそこにね最近は売春が絡んできたりとかするんでパパ活ってのはなんかねいわゆる援助交際とか売春なんじゃないかなっていうふうに言われることもありますし実際そういう面もあるでしょうけどもパパ活ってのは本来あの時間をねちょっと余らせた男性があちょっと若い女の子とドライブしたいなとかねどうせならお食事一緒にしたいなみたいな1時間2時間を快適に過ごすためのものなんですよ。で、まあ、ですんでね 半日とか一日とかをパパ活で使うってことは本当はあんまりなかったはずなんですけどね。で、今回お知らせする内容なんですけども、えっとね、パパ活をしながら儲けるというふうな言い方をしましたけども、これパパ活っていうのはね、どこでするかっていうといろんな方法ありますけども、最近の流行りはスマホのマッチングアプリですね。こちらの方であるマッチングアプリの契約の仕方をすると、 プラスにななっっってててくるってことなんですよ。もうちょっと具体的に言いましょうかえー、まあパパ活アプリっていうのがいくつかあるんですけどもその中でねあのー、すごく男性側としてネックになるのは利用料金なんですよ。無料のパパ活アプリっていうのは基本的にありません大体男性がパパ活アプリに登録する時って年会費とか月会費っていうのがかかるんですよ数万円から数十万円しますね結構高いでしょ でもパパ活をする人は基本的にこの金額が払えないともう最初からお呼びでないってことになります実際にパパ活を始めると女の子に払う,払う、ね、ギャラっていうのはもっと高いですからねだから年間で10万とか20万のアプリの利用料が払えない方は最初からパパ活はできませんよって話なんですよ実際もっとかかりますからねちょっとくどくどと言いましたけども今回はそれでもねパパ活を実際に利用しなくても 儲かる方法ですんですご安心ください、うん、今話せるのはこのぐらいですかねえ。じゃあ、あの、もっと詳細知りたい方は、メンバーシップに入ってください。即可塾のメンバーシップは月間390円です。心配しなくても、今回の情報は390円以上儲かります。だいたい5000円ぐらい儲かるんですよ。もちろんやればですよ。やらなければ儲かりませんよ。ですんで、情報として知っておくだけでも、 きっとですね、えっそんな方法あったのみたいな感じで世の中に広めることができますのできっと信頼度をアップします。はい、じゃあこっから先はメンバーシップの方でお話ししますんでメンバーシップにいらっしゃいいってらっしゃい。